スワローズ高津監督の采配というものは、はい、何にはどう映りましたか。まずピッチャー陣を整備したっていうことですね。まあ、先発と、まず奥川から言うと、まあ、もう中1回投げて抹消して中10日ないし中12日っていうのをとにかく貫いたっていうことですね。1年間だいたいあそこまで、ある程度もう体力、スタミナもついて、かつ勝てる雰囲気が出てきた時に中6日ぐらいで行くのかなと思ったらそれもやらなかったじゃないですか。やっぱり、高津さんのその意志の強さというかね、そういうのもやっぱ感じられましたし、そうですね、前半石山がちょっとねダメってもう感じた時にはスパッとこうマクガフに変えて、まあ、そういうところの決断力っていうのもあったし、で中継ぎも、使いながら去年と今年で、固めていった結果、今年のような感じになったと思うんですね、ピッチャー陣は。今度は、はい、本当なんかこう回数登板するたんびにね、芯をつけてったピッチャーですよね。これはやっぱ高津さんですか、ピッチャーの起用法は。まあ伊藤智仁というね、あのピッチングコーチがいます、うん、今年からか、その智仁と高津さんで、まあ、ちゃんと話をしてやったんだと思いますけどね。あとは最後、まあちょっとね、あの原樹里とかね、数は少ないんですけど、原樹里であったり、高橋も良くなったじゃないですか、左の。で、ここからの野手で言うと、野手はね、やっぱりオスナ・サンタナの加入ですよ。で、これがある程度、その数字を残せる外国人が入ってくれたっていうことですね。まあ、塩見の一番定着、で、1年間やれたっていうことですね。だ僕ね、今年一応ね、予想では阪神、ジャイアンツ、カープ、ドラゴンズ、スワローズ、ベイスターズなのね。ドラゴンズがまあ4位、これね、まあ、去年ね3位になってさらに上って思ったんだけど、やっぱこれっていうものがちょっとなかったのよ。だから本当は5位にしたかったんだけど、でスワローズをヤクルト4位にして、でエクスパスをこうかき回すのはもしかしたらヤクルトじゃないかなと思ってたの。それが まさかちょっと優勝っていうのはね、ちょっと僕は正直想像してなかったんで、